はい、今日はね、YBR、いよいよお別れの日です。はい。まあ最後ですのでね、やっぱり綺麗にして渡したいじゃないですか。はい。まあちょっと前回もね、掃除はしたんですけど、まあ、もう一回ね、最後に、掃除をしとこうと思います。はい。まあね、2年半ぐらいですかね、お世話になりましたね。僕ね、今まではやっぱり自分でできることっていうのは自分でしてたんですけど、やっぱりバイク屋さんには常に、必ずお世話になってて、点検とかも出してね、バイクに乗ってたんですよ。で、このバイクがね、初めてなんですよね。もう一切そのバイク屋さんの力を借りずに、自分だけで、メンテをしたり、カスタムをしたり、して乗ったバイクとしてはね、本当に初めてのバイク、なんですよね。なんでとてもね、思い入れはねあるんですよね。まあ今回ね、やっぱりどうしてもね、FTR、まあ今後ろにある FTR と任務がね、任務というか、まあ使い道が被ってしまうんですよね。一旦はね、売るのを、諦めたっていうか、やめてですね、まあ維持、保持ね、する方向にもなったんですよね。なったんだけど、まあね、やっぱりね、もう縁だと思いますね。昔まだ僕のね、メンテの、能力というか力とかね、バイクをいじる能力が全くこう足りてなかった時にね、一度諦めたバイクと偶然、バイク屋さんで出会って、でそのバイク屋さんがですね、偶然本当にこの YBR を、まあ高値で引き取ってくれると言ってくださって、まあ本当にね、偶然が重なってですね、まあ最終的に手放す、ことになったんですけど、まあやっぱり僕のとこにね、これあっても、もう活躍の場がね、やっぱりどんどんなくなってきちゃうと思うんですね。通勤で乗らないとなると、まあそれにしてはね、やっぱりもったいないですよ、この車体。もう今なら自信持ってね、次のオーナーさんに渡せるので、本当に、乗ってもらえるね、オーナーさんに、まあ引き継ぎたいですね。本当にね、よく走りますよ。ノートラブルですし、はい、綺麗になりましたね。よし、はい、じゃあちょっとね、最後、本当に最後の最後、ちょっとエンジンをかけてみましょう。はい、もうね、ナンバーがついてないので、走ることはもうできないんですよ。まあラストランはね、もうしてきましたんでね、気持ちの整理はもうできてるんですけどね。いろいろありましたね。やっぱり毎日ね、通勤で乗ってたバイクなんで、まあ、それから、近場にね、買い物とか、用足しによく使いましたしね、まあ、ツーリングにも、行きました。熊野本宮に、行ったりとか、まあ、那智、大社にね、行ったりしましたしね。元気でね。
YBR、ドナドナ町です。いよいよ本当にお別れだね。ちょっと雨降ってね、濡れていかなきゃいけないけど、まあ最後ね、綺麗に、まあ拭いたんで、うん、思い残すことはないかな。本当にありがとうな。よく走ってくれたよ。本当にありがとう。もうナンバーもないけどね。本当にいろんなことを教えてもらった。